20世紀の百人一首。このチャンネルでは20世紀の100年間に読まれた優れた歌を100回にわたってご紹介します。講師は加藤隆夫先生、司会は田村文乃です。よろしくお願いいたします。今回は塚本邦夫のこの一首から、さつき来るガラスの彼方新刊と、栄治皆殺されたる緑。さつき来るガラスの彼方新刊と、栄治皆殺されたる緑。これは1965年5月に出されました第五歌集緑色研究の中から取り上げました。書庫ですけれども、先ほどさつきと読みましたが、こちらは五月と読んでもいいかもしれません。二つの読み方がありますので、皆さんの好きなように読んでいただけたらいいかと思います。そしてさつき五月であっても、五月来るとしますと切迫感がありますよね。そうですね、ちょうど新緑の季節ですよね。はい。で、この季節、さつき来るガラスの彼方新刊とというのは、ガラスとおそらく窓ガラスでしょうか。うん、そうでしょうね。で、その窓の外にある森の静かな様子を上の句では読んでいるようにも思えますけれども、うん、このガラスの彼方新刊とというのはやはり意味が他にもあるのでしょうか。心の窓だったり、例えば家とか、またはオフィス街とか、そういうところのこうね、窓を通して何気なくこう見た新緑の森だったと思いますね。ここまででもなんとなくというイメージはいろいろ湧いてくるのですけれども、下の句栄治皆殺されたる緑なのですが、まず栄治というのは、赤ちゃんのことですよね。そうですね。そしてその赤ちゃんが、なんとも、残酷な情景にも思えるのですが、皆殺されたると言っていますよね。そして最後緑ですので、皆殺されたる緑というのはどのような背景があるのかなというのは、また後ほど、加藤先生にお伺いしますけれども、でもここはまず下の句が、七七音になっていて、これは熊たがり、ごわれというのでしょうか。そうですね。えいじみな殺されたる緑っていうですね。いわゆる句と言われるのはですね、五とか七がこの定型の句ですよね。はい。その句と句にまたがる言葉ですね。それをなんていうんですか、意図的にですね、塚本邦夫はこの熊たがり、これは一つの技術なんですけどもね、本当だったら切れなくて繋がっている言葉をこうブリッジのようにですね、句と句にですね、またがらせるっていうんですか、ブリッジをかけるというんですかね、これによって韻律をですね、複雑にするというのがですね、塚本邦夫の意図だったと思いますね。確かにここで言葉を詰まらせるような感じがして、読みづらいですね。私何度も栄治皆殺しかなと思うのですけれども、違うんですよね。栄治皆殺されたる、どうきますから、大変読みづらく、また不安めいたものを、内側に持っているなという感じはしますね。そしてもう一つ最後の緑なのですけれども、これもいろいろな解釈があると思うんですけれども、この新刊という
漢字で書くと森ですよね、うん、そのグリーンだったり、うん、まあ、新刊という言葉の持つ意味合いというのは静けさでしょうか、うんうん、まあ、静かな森なんでしょうね、そういうところに、まあ、緑のそのね、まあ、新緑はこれは一つのこの蘇りの象徴です、緑っていうのはね。で、まあ、緑子とも言いますしね、あの、はい、子供のこの、お尻のところのこう毛根斑点というんですか、はい、そういうのはそのね、緑ですよね。うーん、そうしていろいろと思うと、ここはやっぱり赤ちゃんだから赤というふうに持ってきても、いろんな色を持ってきても可能性はあるのでしょうけれども、うん、やはり緑であるという説得力がありますよね、うん、そうですね。まあ緑色研究というね、これは、はい、あの歌集に入れられてますから、まあ緑に関係するですね歌なんですよね、はい。まあ緑というのはあの緑青とかですね、そういうちょっとこう毒をはらんでいるっていうところがね、あの一つのポイントだと思いますけどもね。まあですから毒をはらんだあの作品というんですか、そういうものがあの結構多く入れられていますよね。まあそれはその一つのこの悪のイメージっていうんですかね、そういうものをこう喚起するというところですね。悪のイメージ、悪のイメージね。あの先ほど先生に教えていただきたいと言ってたんですけれども、うんうん、この歌の背景には、うん、聖書があるのですよね、うんうん、ちょっとそこがわからないと見ている方もわかりませんの で、うんでね、詳しく丁寧にお願いしたいなと思うのですけれども、まあ、普通日常の風景の中に英治皆殺しなんていう風景はあまりないですよね。まあ、英治がこう殺されるということは時にその起こるのかもしれませんけども、皆殺しとなるとですね、ちょっとこのね、まあ戦時中にそういうことがあったとかですね、まあ、あのそういうことはあると思いますけども、しかしちょっと異常な事件ですよね。こちらはあの警視課のこの歌は、ヘロデ大王の命による幼児虐殺の原影があるのですよね。まあそうですね、ちょっと今からそれをね、はい、説明しようと思いますけども、まあ、緑色研究っていうのはね、こういった、歌集ですね、で、まあ、この聖書っていうのが今出ましたけどね、はい、まあ、塚本邦夫とこの聖書っていうのは、まあ、この若い頃ね、まあ、おじさんにあたるお母さん の、 弟さんだったらしいですが、このね、殿村吉之助という人がいましてね、まあ、この人はあの倉敷のこの民芸館 の、 あの館長、初代館長をやられた方ですけども、まあ、牧師さんですね。で、この人にこの、文語訳のね、あの聖書をもらいまして、まあ、あの塚本はそれを非常に大事にしてあの読み込むわけですよね。で、まあ、塚本がこう目をつけるのはですね、なんていうんですか、聖書の、まあ、普通はまあ聖書を読むということはこの神の世界に近づくわけですが、そういうふうな、まあ、ところではなくてですね、むしろその聖書の中のこの残虐な事件とかそういうところにこの、ね、目が行くというんですかね、まあ、これは伝統的にですね、まあ例えば世紀末的な読みでね、オスカー・ワイルドなんていう人がいましてね、はい、まあ、例えばあのサロメなんていうものをですね、非常にこの、まあ、悪女っていうんですかに、描くわけですよね、まあ、そういうのデカダンと言ったりするんですが、まあ、非常にその、世紀末的なこのイメージからするとですね、まあ、女性のこの魔性の部分をね、このえぐって見せるみたいなね、ところが、ありましたね。で、まあ、塚本邦夫のこの、まあ、なんていうのかな、参考にしたのはやっぱり聖書の中のですね、英治殺しですね、英治虐殺という、まあそういうものですが、これはヘロデ大王というね、人がですね、
命令するわけですね。なんでそのエイジの虐殺を命令したかっていうと、預言者にですね、キリストが生まれたと、ね、それはね、いずれね、まあ、この国のね、王を名乗るんで、今のうちにね、生まれた時にもう殺しちゃった方がいいっていうことをね、耳打ちされるわけですね。で、まあ、そのヘロデ大王はですね、まあ、ベツレヘムというところにね、生まれた、まあ、2歳以下のですね、男の子をですね、まあ、皆殺しせよというふうなですね、命令をですね、出しましたね。まあ、そういった聖書の中の、話がね、背景にあるんですね。なるほど、うん、ただちょっと先ほども、うん、出ていましたけれども、うん、塚本国王のご子息の塚本清さんが、うん、我が父塚本国王にも書かれているんですけれども、戦争当時を心の底から憎んでいたと、うん、塚本国王がやっぱり憎んでいたっていう部分が大きくあるとも思うんですね、うん、だからこそこのエイジの皆殺しというのは、うん、虐殺というのは聖書も踏まえてそうした戦争への憤りもあったのではないでしょうか。まあそうですね。ですから本当にね、アメリカ軍は、はい、戦時中にそのもうほとんどですね、一つの都市をこのね、皆殺しに近い形でですね、空爆するっていうんですか、まあ原子爆弾なんかもね、そうでしょうけども、まあそういうことをやるわけですね。まあそういうこと、または自分がこの戦争に巻き込まれたことに対してですね、後々までもね、憤りがあった人ですから、まあ、そういった暗い時代というものを呪っていたっていうんですかね、まあ、そういうところはありますね。戦争の時は広島にいたんでしょうか。そうですね、塚本国王は徴用されましてですね、はい、広島の呉にありますね、広という軍事軍事交渉という、まあ、軍事工場ですね、海軍のね、はい、まあそこにいてですね、まあいろんなそのね、ものを彼は見るわけですね。若い時ですもんね、うん、で、まあこのヒロという工場はですね、まあこのクレのね、はい、まあ海軍工廠というところでは戦艦大和なんかをね、はい、作る、まあ、海軍関係のこの工場ですけどもね、ヒロの方はこう航空機ですね、主にね、海軍の航空機をですね作っていたようですけども、まあただ徴兵されたわけじゃなくてですね、まあそこでまあ会計なんかのこの仕事を任されていたというわけですから、かなりそれはまあ本人は楽な仕事であったというふうに言ってますね、後にね。うん、でもその原爆が投下された時は呉にいたんですよね。そしてその、様子を遠望したというふうに、うんうん、塚本清さんが詳しく年報を書かれているんですけれども、その中にありますよね。そして終戦を迎えた、うん、でそう、はい、まあ呉というところはちょっと広島のですね市街地からは離れて東の方にありますので、まあ直接的なね原爆のこのね影響はなかったようですけども、うん、まあしかしちょっとそれはね僕にはこの測りかねるところがありますけどもね、その辺は。まあそこから歌に戻りますけれども、20年近く経ってこのような歌を詠まれたっていうのは、戦争が風化していくことへのまた恐れっていうのもあったのかもしれませんね。この歌は、先生はどのように思われますか。やっぱり緑色研究の中でも代表的な歌でしょうか。うん、そうですね。やはり日常の中の狂気というんですかね。はい、
これは当時よく意識してですね、詩人や歌人たちがねやった方法ですけども、はい、まあ何気ない日常ですよね。ガラスのね窓をこうふっと覗くとね、そこに森があって、そこの森からですね、英二殺しみたいなものをこの連想するわけですが、まあ塚本の言葉で言えばこの幻想とか幻視、幻を見るみたいなね、そういうふうなことだと思うんですね。そういう穏やかな初夏の日常の中に非常にこう恐ろしい事件をこうね、連想しているというね、ところがですね、この作品の大きなですね、まあ、見せ場ではないでしょうかね。そうしたイメージとイメージっていうのをつなげていくということですよね、違う感覚で。まあ、それについては、引き続き詳しく見ていきたいと思います。では次回もお楽しみください。